うるしべの兄は、アスカ時代の豪族。生は作り。うるしべの作りの家系は未生であるが、以下の記述からすると、物ののべ氏との関係が深かった可能性が高い。本拠地は大和国宇田郡うるしべの里で、現在の奈良県宇田郡ソニ村にあたる。子孫に、日本原域上官第13に登場するうるしべの、マロがいる。日本初期巻、第21によると、 陽明天皇二年、陽明天皇の病も重くなり、陳、美保に帰らむと思う。京都切れとおっしゃられた。物のべ大連森屋と中富の連勝会は反発し、国つかみに背いて、他国の仏教の神を敬うことがあるのかと言った。そんな折、大阪部氏もクソがやってきて、森屋を陥れる陰謀がある、と、密かに告げた。森屋は、河地国の後へ退き、 さらにそこから使者として、物ノノベヤ大市造り小坂、そして、漆辺しべの作り兄を、蘇我大臣孫のもとに派遣した。そして、以下のように伝言させた。我、軍神がを図ると聞け入り、我、ゆえに知りぞくこれを聞いた孫は、恥や島連を、大友ラフ連に使いをさせ、大連の伝言を伝えた。これを聞いた、ラオットは、 弓矢と盾を取って逆に大臣の護衛をするようになった。一触即発の事態が生じつつある中、天皇は4月9日にこの世を去った。その後、うるしべの兄がどうなったのかは記録が残されていない。ありがとうございます。